はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、坊主から、この秋、新型のですね、完全ワイヤレスイヤホンが登場ということで、先行でレビューしていきます。今回ですね、こちらがやってきました。今回は坊主新型クワイエットコンフォートイヤーバッツですね。こちらはですね、10月10日発売の新製品ということで、現在ですね、先行で、サンプルの方をお送りいただきましたので、ちょっとこちらを使ってみたので、今回の BOSE のイヤホンどんな感じなのかっていうところで今回紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、まず BOSE の完全ワイヤレスイヤホンといったら、まあ、クワイエットコンフォートイヤバッツシリーズがあるんですけども、まあ、今回のモデルですね、まあ、製品名がそのままクワイエットコンフォートイヤバッツとなっています。これ同じ製品名の、商品前ありましたよね。で、現状ですね、BOSE のラインナップとして、ハイエンドフラッグシップになるのが一応こちらになってきます。こちらがですね、 BOSE クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツですね。こちらが一応現在の上位機種になっておりまして、価格はですね、現在 Amazon 価格で、3万6000円ぐらいとなってます。で、今回のクワイエットコンフォートイヤーバッツはですね、最上位モデルではなく一応ミドルクラスのモデルとなってます。で、大半の機能は、まあ、ハイエンド級に匹敵する、性能を持ちながら価格が抑えられていまして、通常価格で2万6400円となっています。なので、まあ、約1万円ですね、上位モデルよりも、安くなっているということです。で、まあ、やっぱりね、上位モデルと比べて価格が安いっていうのは嬉しいと思うんですけど、ポイントはやっぱりスペック的にどのくらい違うのかですよね。やっぱり結構差があるなっていうんだったら上位モデルをですね、買った方がいいかなっていうふうに思うんですけど、いや、そこまで意外と差がないぞってなってくると、約1万円の価格差って結構大きいと思うので、まあ、こちらを選ぶ、まあ、理由になってくるのかなと思います。はい、ということで、まずですね、上位モデルとの違いをですね、ちょっとスペック表を作ってみてまとめてみたので見ていきましょう。こんな感じです。はい、ということで、まず Bluetooth に関しては 5.3 ということで共通です。コーデックに関してですね、上位モデルとの違いがあります。今回のクワイエットコンフォートイヤーバッツは、SBC AAC LC3 となっています。それに対して、上位モデルは AptX アダプティブに、対応しているということになりますので、より上位の、コーデックに対応しているということです。まあ、これによってですね、まあ、解像感だったりとか、まあ、音にですね、若干の違いが出てくる可能性があるということですね。そしてバッテリー持ちに関しては、実はですね、こっちの方がちょっとメリットあります。クワイエットコンフォートイヤーバッツ、イヤホン単体で ANC オンで、最大 8.5 時間となってます。で、クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツに関しては、イヤホン単体で6時間となってますので、バッテリーの持ちはですね、実はこっちの方がいいです。ケース込みの時間はですね、今回のモデル表記が 2.5 回分の充電となっているんですね。まあ、それを計算しますとですね、イヤホンとケース込みで、まあ、最大約 29.75 時間というところになります。ウルトライヤーバッツはケース込みで24時間なので、ケース込みでもこっちの方がバッテリー持ちは良くなるということです。そしてですね、もう一個違いとしては、ケースのワイヤレス充電ですね。今回のモデルは、最初からですね、ワイヤレス充電対応してます。このウルトライヤーバッツのケースっていうのは、この、最初の付属してるケースは、これワイヤレス充電非対応なんですよ。で、別売りのワイヤレス充電のケースを購入すれば、ワイヤレス充電に対応させることができるっていう、ちょっとよくわかんない販売方法になってますので、それわざわざ買う人いるのかなっていうふうに感じちゃうんですよね。っていうところがあるんですけど、まあ、今回は、はい、初めからワイヤレス充電対応してますので、まあ、これ普通にね、ユーザー的には嬉しいかなと思います。防水は両方 IPX4 ですね。自動装着検出もどちらもついてます。ノイキャン、外音取り込みも両方とももちろん対応してます。そして、パーソナライズ機能ですね。自分の耳に合わせて音を調整していく機能に関しては、上位モデルウルトラのみとなってます。こっちは対応してないです。マルチポイントは、最初から対応してます。アップデートで対応とかではないです。だから現状ですね、空間オーディオは、こっちは今対応してないですね。まあ、今後対応するかもしれないですけども、現在は対応してないです。はい。っていうところで見ていきますと、もちろん若干のですね、違いはあるんですけども、意外と結構近いし、むしろこっちの方が
まあ、新しいっていうところもあって、上位モデルよりも勝っている部分すらあるような、形になってます。まあ、それで価格が抑えられているってところは、まあ、結構ねメリットですよね。はい、それではですね、開封していってですね、中身の方を見ていきましょう。もう実際開封してすでに使ってるんですけども、中身見ていきます。一旦閉まったので開封していく様子見ていきましょう。はい、開けていきますと、イヤホンこのような形で入っています。取り出します。はい、一番下に紙が入ってまして、付属品としてこちら USB Type A から Type C のケーブルが1本、専用のイヤーチップとイヤーウィングが付いています。はい、イヤーチップがですねこのような形で、付属しているのが S と L と本体付属の M サイズですね。イヤーウィングも同様ですね、 SL、M サイズとなっています。で、この形状がですね、若干独特な形状になってまして、1個ちょっと取り出しますが、イヤーチップがですね、こんな感じで、まあ、楕円形の形状になってますので、他の他社製のイヤーチップとかをですね、交換して使うっていうのはちょっと厳しいかなっていうふうに思います。はい、まあ、純正のイヤーチップ専用かなっていうところですね。はい、で、イヤホンのケースはこちらですね。今回結構、まあ、形状が変わっていまして、まあ、丸っこい形のですね、形状になっています。厚みもそこそこあります。で、このケースの大きさはですね、一般的な他社のこのワイヤレスイヤホンと比べると、まあ、若干大きめなサイズかなっていうところです。はい、サイズね、手のひらにちょっと乗せてみると、はい、伝わると思うんですけど、ちょっと大きめです。で、ウルトラと比べるとですね、結構ケースの形状が変わっていまして、ウルトラはですね、平べったいけど、ちょっと大きいっていう感じのケースでしたが、今回は丸っこくて全体的にちょっと大きいなっていうケースです。まあ、いずれにしてもケースのサイズはね、ちょっと大きめになっています。はい、重量感見ていきます。まずウルトラの方は、すべて込みで約 73g となってます。で、今回のクワイエットコンフォートイヤーバッツは全体の重量で、はい、約 58.5g なので、全体の重量今回の方がね軽いですね。まあ、やっぱりちょっと重量軽い方が持ち運びはしやすいので、これは嬉しいですよね。はい、で、イヤホン単体の重量、これウルトラです。片耳で、はい、約 7g となってますね。はい、今回のクワイエットコンフォートイヤバッツは片耳で約 5.6g となってますので、片耳の重量も若干軽くなっていますので、これ装着感とかですね、長時間使う場合の耳への負担にですね、いい影響がありそうですね。はい、それではケース開けて中身の方を見ていきます。オープンしていきますと、はい、イヤホンね、こんな感じで入ってます。イヤホンの入り方がですね、まあいい意味で普通なので、まあ要は取り出しやすいです。つまみやすいので、イヤホンで取り出したりとか、しまったりとか、しやすいですね、形状になっていると思います。うん、普通にサクサク、取り出してね、しまうことができますね。ウルトライヤーバッツの方は、個人的にはちょっとね、イヤホンつまむときに滑ったりしてですね、失敗することもね、ちょいちょいあったりするんで、ちょっと取り出しにくいかなっていうところが若干あったんですけどね、今回は取り出しやすくなっています。ただこのケースのですね、内側なんですけど、光沢感がある、このテカッとしたですね、質感になっていますので、これ結構指紋目立つんですよ、ここ。まあ、触るたびに指紋が結構目立ちますので、まあ、ここの光沢感はデザインだと思うんですけど、ちょっと指紋が目立つところはね、若干気になるなというところです。はい、そしてイヤホンの外観はこのような形になっています。まあ、今回はショートスティック型ではなくてですね、この丸っこい形のですね、デザインになっています。イヤホン自体のサイズもですね、まあ一般的なワイヤレスイヤホンと比べるとちょっと大きめではあるんですけど、BOSE のイヤホンで考えると、まあ比較的ね、小型化してきてるなっていうところです。側面も丸くて、この BOSE のロゴのところがタッチセンサーになっているということですね。で、側面はテカテカしたこの光沢感がある。まあ、ケースと同様の質感ですね。なんで指紋も結構目立ちやすいです。で、側面に関しては、マットな質感で、サラッとした触り心地になっています。はい。で、内側見ていきますと、内側の構造はですね、BOSE らしく、すごいこの耳にフィットしやすいですね、まあ、形状になっていて、イヤーチップを外していきますと、このような形で、先端のノズル部分は、まあ、楕円形の形状になってます。結構特殊ですよね。で、付属のイヤーリングに関しては、まあ、こんな感じで装着感を高めるためのアクセサリーになるんですけど、結構個人的にはね、このイヤーウィングがですね、ずれやすくて、気づいたらもう結構グッとずれていたりとかするので、若干そこはね、気になるんですよね。ちゃんとこのね、装着うまくしてる状態なんですけど、使ってるとちょいちょいずれたりします。はい、ではですね、イヤホンで大事な装着感見ていきましょう。はい、ではちょっと装着してみようと思います。はい、で、イヤホン装着してるんですけども、装着感はですね、めちゃくちゃいいです。BOSE のワイヤレスイヤホンっていうのは、装着感がですね、どれも比較的いい印象で、
結構サイズの割にはですね、耳への当たりがすごい優しくて、フィット感がかなりいいし、ずれにくいんですよ。なんですけど、圧迫感とか、ギュッとですね、詰まる感じとかも少なくて、まあ、絶妙な装着感なので、まあ今ね、この耳に装着してるわけですが、まあ、非常に自然にですね、まあ、装着することができます。まあ、非常にですね、この安定感がある優しい装着感になっています。で、この頭を振ったりしても、ね、ずれにくいので、結構ですね、動きのあるですね、まあ、動きながら使ったりとかですね、ワークアウトで使うっていうのも意外とありかもしれないと思いました。はい、ではですね、やっぱり坊主と言ったらノイキャンですよね。上位モデルのウルトラとノイキャンはどうなのかっていうところで、ちょっと使い比べをしてみました。で、ノイキャンに関してですね、まあ、現状このウルトライヤーバッツはですね、まあ、10点中10点なんじゃないかな。各、まあ、全ワイヤレスイヤホンの中でも、まあ、最強と言ってもいいノイキャンになってます。まあ、それだけのノイキャンの強さがあるんですね。まあ、全ての音域をグッと、まあ、かき消す力がこのウルトラにはあってですね、まあ、ここはやっぱり BOSE、非常に強いところになってます。で、今回のクワイエットコンフォートイヤーバッツはですね、ノイキャンの点数、10段階で言うと10点中の9点かなと思います。なんで、非常に強い部類に入るんですが、ウルトラにはですね、一歩及ばずっていう感じです。だからまあ、BOSE にノイキャンの強さを求めるっていう場合は、やっぱりですね、クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツを選んだ方が、まず間違いないなっていうふうに思うんですけど、まあ、ただ10段階の9って、まあ、全体のこのワイヤレスイヤホンのですね、ノイキャンランキングとかを作っていた時にも、少なくとも全体の10位とかには入るぐらいの、ノイキャン性能にはなってると思いますので、まあ、非常にこれね、強いです。なんで移動中とかですね、まあ、周囲の環境も気になるなっていう時に使ってあげても満足できる品質ではあるんですが、やっぱりさらに上はいるかなっていう感じにはなってます。はい、もう自社がライバルになってるっていう感じですね。ただ若干ですね、このノイキャン使ってる時にチリチリっとした音とか、このプツプツっとしたですね、ちょっとしたこの機械音みたいなところが入る場合があるので、まあ、それがたまに気になるかなっていうところはありますが、まあ、そこまで高頻度ではないので、一応許容範囲のレベルかなっていうふうには思います。はい、では続きまして、外音取り込み機能に関してですね、はい、今使っています。切り替えは長押しで、ノイズキャンセリング、オフ、外音取り込みと切り替えていくことができます。オフが挟まりますので、そこはちょっと一つ気になるところではあります。はい、で、外音取り込み機能はですね、めちゃくちゃ優秀ですね。これ、もしかすると、ウルトラを超えているかもしれないっていう風に感じるくらい、かなり自然にですね、周囲の環境も入りますし、自分の声に関してもこもらずクリアに聞こえます。最近、やっぱりこのレベルの外音取り込み機能ね、搭載してきてるイヤホン、徐々に増えてきたかなっていうふうに思います。まあ今までの外音取り込み特有の、マイクから拾っている感とか、こもった感じはもう一切なくて、本当にこのイヤホンつけてない感覚に匹敵するレベルの自然さになっていると思います。こちら10段階の 9.5 ぐらいかなっていうふうに思います。まあトップクラスですね。なのでなんか作業中にですね、周囲の環境音とかも取り込みながら、小さめに BGM を流して作業するとか、まあ、日常生活で家事をしながらですね、ラジオ聞くとかですね、そういった時にもですね、使いやすいかなっていうふうに思います。で、ノイキャンのバーチャル視聴をチェックしてみてください。こんな感じです。はい、今こちらは BOSE クワイエットコンフォートイヤーバッツ、外音取り込みモードで、飛行機のノイズを流しております。ではこれはノイズキャンセリングを入れてみようと思います。いきます。 Quiet。 はい、今こちらはノイズキャンセリングが入っております。はい、では続きましてですね、音質に関して、お伝えしていきます。まあ、音質はですね、想像以上にこちら良くてですね、一応接続は AAC になってました。まあ、今回は Xperia は Mark 6 に接続して使ってるんですけども、LC3 の項目とかはですね、見当たらなくて、まあ、基本的に AAC で使っていましたが、まあ、それでもこの BOSE らしいサウンドをしっかりと楽しむことができます。まあ、BOSE らしいサウンドっていうのは、やっぱりですね、低音なんですね。低音にしっかりと深みがあって、まあ、中低域がすごく濃厚なんですね。中高音域に関しても、低域の濃厚さとか重厚さに埋もれずに、まあ、しっかりと存在感があって、うまく全体のバランスが取られてるっていう感じになってます。まあ、BOSE らしく、低域の迫力とか臨場感がしっかりとあるっていうところはですね、もちろん上位モデルとも共通してるんですけども、上位モデルと比べて違うところで言うと、まあ、やっぱりこの解像感の高さとか、このキレの良さっていうところですね。そこに関しては、やっぱりウルトライヤーバッツの方が、まあ、一歩上かなっていうふうには感じました。なので上位モデル
デルのウルトライヤーバッツに関しては、あの迫力の中に、まあ、さらなる繊細さ、クリアさが備えられているっていうイメージでした。ただまあ価格帯がですね、ミドルクラスの 26,000 円台っていうところを考えると、まあ、しっかりその価格帯の平均点を超えてくるようなですね音質になってますので、満足度としてはしっかり高くなると思います。はい、ではバーチャルショーの方で、上位モデルと比較をしてみたので、どんな感じで聞こえるのかチェックしてみてください。こんな感じです。はい、では続きまして、通話品質チェックしていきましょう。どんな感じで聞こえるかな？はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらですね、BOSE Quiet Comfort Earbuds のマイクを使って音声を収録しています。通話品質はいかがでしょうか？このような形になります。ではちょっとノイズを流しています。はい、今飛行機のノイズを流しながら風を当てています。結構厳しい環境にしていますが、音声の聞こえ方はいかがでしょうか？このような形になります。はい、通話品質チェックしました。通話の品質に関してはですね、まあ正直そこまで良くないかな。まず、ノイズがない環境であっても、なんかノイズを処理してるようなですね、ちょっとエフェクト感があるですね、声になってたっていうところですね。で、その割に、ノイズを鳴らすとですね、ノイズそのまま拾っていたので、ノイズ耐性はそんな今のところ強くないかなっていう感じはします。風に関しては、風を当ててもですね、ボフボフっとして、この声がかき消えるようなことはなかったんですが、まあ、そのままこのノイズとして入ってくるっていう感じですかね。通話品質は、10段階で言うと6ぐらいかなっていう印象ですね。はい、それではですね、アプリの方を見ていきましょう。実は今回のアプリは、今までのですね、BOSE のアプリとちょっと違った新しいアプリになっています。こちらですね、今接続している状態です。一部日本語がこの辺されてるんですけど、まあ、この辺のメニューがですね、まあ、ちょっと英語にはなってます。で、何ができるのか一応見ていきます。ノイズコントロールで、こんな感じで、アウェアっていうのが外音取り込みで、クワイエットがノイズキャンセリングで、オフができると。いうことです。で、なんか音声コマンドがあるっぽいですね。ちょっとやってみるか。Hey headphones, aware of. おお、できた。できた。音声でできた。これ面白いね。Hey headphones, quiet on. おお。Hey headphones, aware on.おお、すごい。ちょっと面白いですね。この声のコマンドでノイズコントロール切り替えるっていうのは、今まで使ったことないと思いますので、ちょっとこれ面白いなと思いました。まあ、日本語対応してほしいですけどね、できれば。はい。で、EQ ですね。こちら EQ は今フラットですが、低音増強、低音減衰、高音増強から選べますよと。いうところですね。で、タッチコントロールですね。こちら操作になるんですけども、今左の1回押すで再生停止、2回押すで次の曲、3回押すで前の曲、押したままで、クワイエット、アウェア、オフとなってます。これオフをオフにしたいんですけど、まあ、それができないっぽいんですよね。1回押すで再生停止、2回押すで次の曲、3回押すで前の曲 で押したままでクワイエット、アウェア、オフなので、ちょっとこれカスタムしていこう。音量アップと、音量ダウンに設定することもできますので、はい、こうしてあげると、まあ、左右のイヤホンを使い分けてやりたい操作を、全て行うことが、はい、できます。で、ボイスコントロールですね、今有効になってます。通話に関してもこのアクセプトで出ることができるんですね。
メディアプレイヤーで再生停止とかもできるんだ。はい、すごいね。結構できることありますね。こちらがボイスコントロール。で、マルチポイントですね。こちらはもちろん有効化すれば使うことができます。今、接続している状態です。で、BOSE っていう、これは何だろう。これ公式ページの方に飛んでる感じですね。これはここに配置する必要はあまりない気がしますけど。ファストミュートですね。一回タップするだけで素早くミュートにしたりできますよっていう機能ですね。リモートセルフィー。カメラのコントロールができるってことかな。テイクフォト。うん。ちょっとやってみる。Hey, headphones.Take photo. ああ、写真はね、ちょっとこの今試してみたんですけど、できないですね。リモートセルフィーは一応機能としてはあるみたいです。で、あとアシスタントっていう機能ですね。こちら Google アシスタントですね。そしてスマートコール。あ、これ電話のね、応答ができると。ローレイテンシーオーディオっていうのが、低遅延モードになっています。まあ、ゲームするときとかですね、遅延を減らしたいときにオンにするといいよっていうモードですね。で、バッテリー、プロテクションですね。メニューとしてはこのような形で、アプリはですね、比較的シンプルながら、ちょっと先進的なね、ボイスコントロールの機能とかがあったりとか、カスタマイズ性はですね、割と高めかなっていう印象です。はい、そして最後価格がですね、こちら 26,400 円となっています。で、今 Amazon の方見ているんですが、なんかね、アマゾンポイント結構ついてるんですよね。10% 分ついてる。しかもなんか3900円オフのクーポンも出てるっぽいので、それ合わせると、6000円分ぐらいですかね。安くなるってことですよね。もしこのクーポンと、割引ですね、これを適用できる状態であれば、もう実質ですね、約2万円っていうぐらいになってきそうですね。これいつまで続くかわかんないですけど、今 Amazon ページ見てると出てますので、よければね、チェックしていただければと思います。はい、ということで、今日はこんな感じですね。BOSE クワイエットコンフォートイヤーバッツということで、こちらをね、レビューしてみましたが、結構これ完成度高いと思います。できればですね、この価格帯であれば、上位コーデック対応していてもですね、いい気はするんですが、ウルトラとの差別化もね、もちろんあると思います。ただ、音質比べていくと、BOSE らしさをしっかりと体感できるね、音質になってますし、ノイキャンも結構強いですし、外音取り込みはトップクラスに強いというところで、非常にバランスの取れた、ミドルクラスかなっていう印象です。これは10月の10日から発売となってますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今日こんな感じで以上になります。この動画が良かった高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。